さっきの川を終わった時点で僕の中でまずそのやるべきプランっていうのを全てやりきってしまって、こっから本当にゼロからスタートだなみたいな、これもダメあれもダメみたいな状態で、もうこれは本当に魚探しを取材中にする、ヒントがあればいいんですけど、ヒントない状態での話なんて相当きついんですよね。でも大丈夫、今のでちょっとテンション上がるわ。頼むから連れてくれよ。このテトラをクリアして出していかなきゃいけないから、まあまあ辛いですよ、ここでかけていくのは。なんかまだ濁りがそんなにむごい濁りではない。朝一のがむごかったっすよね、濁りが。場所によって濁りの差が違うのかな。ファーストバイトを得た護岸ブロック隊、バスのポジションをイメージしながらテキサスリグを丁寧に打っていった。バレた、マジか、やっちゃった。うわー、まあミスった、すげえショートバイト。せっかく乗ったのにね。すんごいズルズル、無理できないこれ。ものすげえショートバイトだ。しかも持ってないよな、このアームが、口の中にワームが入った時にエスケープツインのアームが針先を覆っちゃってんすよね。だから合わせた瞬間アームを貫通してバスに刺さってんすよ。でもテトラで食ってんな、逆流でも食ってんのはでかいな僕にとって。普通利根川だったらあんまり良くないんですけどね、水位が上がってることに対してテトラに刺してるのかどうかちょっとはっきり分かんないんですけど、でもテトラの穴の奥で食ってるのは確かなんですよね。中まで入れ込んでココンって今入ったんで、で糸たるんだ状態でバイト取ってるから、あ来た来たと思ってスイープに合わせたんですけど、持ってね、すげえ、なんか体中の血の結構な割合が脳にいった感じ。すごい、だって視界の中がなんかキラキラしてますからね今。やばいっすよねこの状態。下流側できたな、テトラの流れ嫌ってんのかな。水温下がったからかな。テトラ上流側の方が沖伸びてるんですよ。で下流側の方があんまり沖伸びてないんで、今2バイトあったのどっちもこの下流側のあんま沖伸びてない方できたんですよね。だから張り出しの下流側にバスがいるってことはすごい、この流れとかこの水に対してあんまり積極的じゃないんだなっていう感じがします。一匹目は偶然かなと思ったんですけど、今のねバラしたサイズがいるし、2匹いたってことは多分そうだろうなって。普通だったらね上側につくでしょっていう。貴重なバイトを2度得たものの無念のフックオフ。リズムに乗り切れない匠、
ここでリグを変更、よりタイトな攻めへとシフトする。テトラの穴の中で誘えるんで、すっごい分かりやすいのがシンカーが下にこう入ってるんですよ。だから上からこうやって誘うと水平姿勢を保ってワームがこうやって誘ってくれるんですよ。普通テキサスリグだとこんなになっちゃうんですよね、水の中で。だからあんまりシェイクは僕しないで、ふわーふわーってこうロッドワークで操作してるんですけど、ビフ的にすればシェイクをするとこうやって水平姿勢に誘えるんで、次はもう少しテトラの穴の中でシェイクを織り交ぜてやるので、ビフ的にしてやってみます。テトラの穴の中でシェイク、シェイクするなら絶対ビフ的ですよね。なんつったって水平姿勢でシェイクできてるんで。逆に給与して、台風次の日で釣りができちゃうのがすごいですよね。普通利根川だったらもう氾濫ですよ、昨日のあの雨降ったら。なぜ一日でこんな水が引いちゃうのかがすごいなと思いました。なんでだろう、なんでこんな早く引くんだろう。河口堰水門はすでに閉められ、夕刻にかけあとはゆっくりと水位が上昇していくという状況。攻略の鍵となる肝心の流れは乏しく、よりタフになることが予想された。しかし水は思いのほか悪くはなく、バイトも得たエリア。匠は集中力を高め、ルアーをアクションさせていった。押し切った、うお、突きたぜ、うお、釣れた、あぶねー、よかった、一匹来た、ほら、いやはははあぶねー、取れた、ギリギリ、このサイズ嬉しいな、めっちゃ今の中では大切っすわ。やっぱ後ろにいるわ、テトラのエスケープツインの 5g のビフテキビーンズシンカーを使ったテキサスリグ。ミスを帳消しにする嬉しい一匹、ファーストフィッシュを絞り出した匠。すげえよかった、本当によかった、本当によかった、なんてこった、こうなんて言うんでしょう、いや40アップじゃないととかね、いろんなあのなんて言うんでしょう、イメージはあると思うんですけど、僕にとっての今のバスは40アップに等しい価値を持ったバスですよ。こう自分の思った通りのプランを潰されてというか潰れてしまって、こっからどう魚を探していかなきゃいけないんだろうっていう状態からのミスの連発で、やっと取れたからすげえ嬉しいし、やっぱり ある意味僕の中でその他の人たちはね、今の給与しても釣れてるかもしれないんですけど、実際僕まあまあその迷走してる、見えてないんですよね、正直なこと言って。その状況下でやっぱ今の魚が釣れたっていうのは気持ち的に半端じゃなく嬉しいんですよ。だからね、30ちょっとの魚でもすげえ嬉しい、やばい。しかもまたテトラの下流が流れの当たらないようなところで釣れてるから、多分そういうことなのかな。自らの力で答えを出し確信を得たこのスポット、再び上流側から護岸ブロック帯を打ち直していく。無論
経験値から導き出したテクニックとタックルを駆使しながら、今穴打ちやっててすごい大切なことはフォーリングで糸を張った状態で落とさないことなんですよ。シェイクして石を乗り越えて、これで乗り越えたら今度落とすときは糸をたるんだ状態でそこまで落とす。まだ落ちてますね。でこれでそこついて、そしたらシェイクをする。こうすることによってしっかり穴の中にスポッてルアーを入れられるんですよね。これが糸張ってるとカーブホールになっちゃって、先端に絡んだ状態でシェイクしちゃうとやっぱり中に入ってる魚なかなか取れないんで、しっかり糸をたるんだ状態で落とすっていうのをやってあげると、多分3倍ぐらいテトラの穴打ち釣れるんじゃないかな。すごい大切なことなんですよね。でラインが14ポンドなんで、無理せずスイープに合わせていく。であとロッド、これさっきチャターベイトとフリップドムとかフリップギルとかやってた竿をビフ的でも使っちゃいます。 5g ので、これがロードランナーの LTT の 680mh、 6フィート8インチのミディアムヘビー。テキサスもできるし、フリップドムとかのノーシンカーもできて、チャターもできて、スピナーベイト、バズベイトもできる。結構何でも竿なんで、こうやっておかっぱりで1本だとかなり使用頻度は高くなりますね、この竿は。てかこの竿ばっかり最近使ってる。だから使用頻度高すぎてコルクがここまで黒くなっちゃって、これはすぐ黒くなるコルクじゃなくて使用頻度が高すぎてこうなってるんですよね。それぐらいこればっか使ってますよね。おかっぱりで1本だと本当に楽だな。これ1本だといろいろできるから。バイトは途絶え、再び魚探しの乱眼ゲーム。次なるエリアは旧吉野川最下流域。護岸ブロックやリップラップの連なるストレッチをクランクベイトを軸にチェックしていく。最下流までやってきました。とりあえず最下流の水見たかったんで、一旦流れないけど降りてきたらすごく水がいい。下のが全然水がいいっすね。明日はどうなるかわかんないですけど、今見てる感じだと下のがいい。今日朝中流のスロープから始めて、クリーク入っていろいろ見て回ったんですけど、まあ本当に今日一日はね、台風の後っていうのもあるんでプラとして見てます。とりあえずはどこの水がいいか、そういうのを全部見て回って、今最下流やってて、ここ終わったら今度最上流行ってみようかなと思ってて、一通り全部チェックしてみようかなって。じゃないと多分分かんない、場所とか土地勘がないので余計分かんないし、それプラスアルファ台風後だからもう本当に分かんないから、とりあえず全部見よう。バスギャラリー、台風直後のリバー徳島県旧吉野川、伊藤匠が全力を尽くし駆け抜けた2日間、番組後半悪戦苦闘の末感動の一匹を手にする。釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。